歌川広重、東海道五十三次、岡部岡部塾一岡部塾とは、東海道五十三次の21番目の宿場である。現在の静岡県藤枝市岡部町。岡部塾内野本陣史跡岡部塾、宇都宮地区、歌川国吉、東海道五十三体、岡部。歌川国吉が同じく、岡部、岡崎の化け猫を題材にした。 梅諸春53駅隣のマリコ塾との間の旧国道1号像や宇都宮地区には昔の町並みが残る。1836年再建の旗子、柏屋は国の登録有形文化財に登録されている。また、岡部塾家本陣市及び内谷地区に残る旧東海道の松並木は藤枝市の史跡に指定されている。また2020年6月19日には 岡部宿及びその周辺の文化財群である、坂下地蔵堂、津田景気、非、十石坂観音堂、大畑五柏や岡部宿本陣市、東海道松並木が、文化庁の文化財保護制度、日本遺産のストーリー、日本書、旅ブームを起こした、ヤジさん北さん、寸州の旅から国境本と、浮世絵が描く東海道旅のガイドブックの、構成文化財の一つに認定された。 明治時代に入り、東海道本線が建設される際、当初は岡部塾を通る予定であったが、地形が険しい上に、遠回りとなる、宇都宮や峠を避けて、大崩れ海岸を経由するルートに変更されたため、東海道本線は付設されないこととなり、宿場町としては衰退した。これに関して、蒸気機関車の煙や火の粉を心配した住民が、線路の建設を拒んだという俗説もあるが、 当時の新聞記事や県の上申書には東海道の各、宿で積極的な誘致運動が展開されていたという記録こそあれ反対運動があったという記録はない。1925年には富士層鉄道が鶴河岡部に通じたもののわずか11年で廃止された。東海道マリコ塾岡部塾藤枝塾海病53時等を映画化もされた。 文化遺産データベース等サイトでは表記が誤って柏屋になっている。文化財ストーリー94日、本書、旅ブームを起こした、ヤジさん北さん、寸州の旅令和2年度日本遺産に認定されました、森信勝、静岡県鉄道工房市静岡新聞社、1997年、26から27ページ。ありがとうございます。